ロイヤルアスレチックパークはカナダのビクトリアにあるナイター完備の多目的スタジアムである。第一義的にはサッカー、ソフトボール、カナディアンフットボールに使用されるがイベントにも使用される。土地は1925年にビクトリア氏が購入した。大火事があり、その後1967年に再建した。現在、カナディアンジュニアフットボールリーグのビクトリアリベルズと ビクトリアユナイテッドフットボールクラブがホームスタジアムとしている。以前野球のマイナーリーグチームビクトリアキャピタルズも使用していた。設定とイベントによるが4247の固定席がある。2 0 0 7 f i f a ス2 0ワールドカップ後9247席になる予定となっている。二千七年七月一日から七月十一日まで。 ロイヤルアスレチックパークは 2007FIFAU-20 ワールドカップにおける7試合の会場となっている。グループ F5 試合とグループ B1 試合、ベスト16の1試合が開催される。大会のために仮設席が増設され、大会期間中の収容人数は14,500人となっている。パーマネントシーティング・オブ・ザ・ロイヤルアスレチックパーク、シティ・オブ・ビクトリア、 アーカイブされたコピー。2007年7月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月1日閲覧。ありがとうございます。